チーム最年長の和田剛がホークスジュニアをサプライズで激励。明日から始まる全国大会を前に、ハマスタ筑後で練習試合を行ったホークスジュニアの選手たち、室内のブースでは食品メーカーの明治による栄養セミナーも行われ、多くの保護者が耳を傾けていました。そして試合終了後にはホークスジュニアの選手たちを励まそうと、ホークスの和田投手がサプライズで登場しました。僕はもう試合の前まで全部準備を終わらせるように、試合の時に慌てないようにしているので、まあ、その時に試合残したことはないなと、しっかり準備したんだからしょうがないと、まあ、そう思える状況を常に試合で作れるようにしてほしいなと。42歳でもなお現役バリバリの和田投手からのメッセージを子どもたちは真剣に聞いていました。その和田投手、今日契約更改交渉に臨み、3500万円アップの推定2億円プラス出来高でサインしました。今シーズン史上94人目の通算2000投球回を達成、6年ぶりにシーズン100イニング登板を果たし、チーム2位の8勝をマーク。来年2月には43歳になりますが、目標は2桁勝利。衰え知らずの左腕がチームを引っ張ります。自分もね、あと何年、で来年終わるかもしれませんし、現役である以上ね、優勝日本一を目指して、プレーしたいですし、小川監督を1年目からね胴上げできるように、はい、頑張りたいと思います。こんばんは。ホークスは今日来シーズンのイベント開催日程を発表しました。恒例の宝祭典はご覧の日程で行われるんですが、イベントの名称や内容の変更を予定しているということです。詳しくはホークス公式サイトをご確認ください。今年の契約更改交渉を振り返り、若手への提言とは。チーム名を背負ってねプレーができるっていうのは本当に贅沢なことだな。めちゃくちゃしたろうかなと思ってます。今シーズン3位に終わったホークス選手の契約更改。それでも年俸がアップした選手の数がダウンした選手の数を上回りました。そして交渉の席は球団とじっくり話せる貴重な場。これまでに伝えきれなかった選手からの要望の数々をまとめました。まずはショートのレギュラーダッシュに燃える川瀬は、ゼロを1個減らしてくださいというふうな要望は伝えました。その希望が叶い、来シーズンは背番号0から再出発します。同じく来シーズン背番号が変わる大関はこんな思いを球団に伝えました。メジャーリーグに挑戦したいなという気持ちで、みんなに認めてもらえるようなピッチングをできるように頑張りますというお話をさせていただきました。そして経験豊富な又吉は若手選手への要望を、長くやってる人6かきです。若い子がロッカーにもとりあえず荷物ドーンと置いて、ランドリーが来たのをそれを破ってそれから取ってやってるのを見ると、そういうこともできるのかって思っちゃいますよね。美しさこそ野球界で長く生き残るためのキーワードだと語る又吉でした。最後はホークス最年長42歳の和田。こちらもホークスの未来を見据え、育成選手へある提言を。育成選手っていうのはプロ野球選手ではないと自分は思っているので、メジャーに上がれない選手、マイナーの選手たちには違うユニフォームを着ているプレーをしてますし、メジャーに上がらないとね、そのメジャーのユニフォームを着れないので、3桁とはいえメジャーのユニフォームを着てプレーができて、メジャーの、福岡ソフトバンクホークスというね、そのチーム名を背負ってねプレーができるっていうのは、本当に贅沢なことだなと。ホークスを思うからこそ厳しさも忘れません。来シーズンベテランも若手もチーム一丸となって王座奪還を目指します。ドラフト6位即戦力右腕の大山亮投手を深掘り。それはもう本当というか、それが自分です。大山亮投手、熱い思いをたっぷりと語ってくれたマイブームとは。特巡目指名、大山亮投手です、はい、あ、いいですね、いいですね、見てください、ホークスのユニフォームに袖を通した感じ、いかがですか。いや本当に
実感が一気に湧いてきて、はい、もう身が引き締まりました。そうですか。栃木県出身、福島の東日本国際大学からホークスにドラフト6位で入団した大山亮投手。最速154キロのストレートを武器に多彩な変化球も操る即戦力として期待がかかる右腕です。緊張もね、だいぶほぐれてきた感じですか。はい、まあ、そんなに会見も緊張はしなかったですね。ちょっと噛んだんですけど、最初間違えましたね。入学しちゃいました。東日本国際大学から入団しました大山亮です。プロでの目標はスーパースローテーションに入ることです。よろしくお願いします。あれは別に緊張じゃないですもんね。あれ普通に流れで、あの大学名を言ってからじゃないですか。その流れで行っちゃって一生残りますから。いずれ。そんな緊張しない男大山投手をモモスポ特製宝箱を使って深掘り。最初のお題はマイブームです。マイブームです。 K-POP ずっと好きで、はい、暇あればずっと見てますね。以前の取材でも、え、じゃあやっぱ K-POP 好きっていうのはもう本当ってことですね。あ、それはもう本当というか、それが自分です。大山投手といえば K-POP。 おすすめのアーティストを聞いてみると、男性の方だとストレイキッズっていう、はい、みんな個性があって、で特にあのフィリックスっていう人がいるんですけど、その人の低音ボイスがすごい迫力あるんで。 K-POP 愛が止まらない大山投手。選手の登場曲は球場を盛り上げる大事な要素。大山投手といえば K-POP が代名詞になるように期待してますよ。さて次のテーマは、はい、はい、呼んでください。僕の宝物、僕の宝物、まあ、地元の栃木でもう工藤さんが来る新聞社の、野球教室があって、まあ、その時に、まあ、かけてくれた言葉と、あとその一緒に写ってる写真があるんですけど、それはもう家に飾ってあります。いいエピソード。小学生の頃から才能の片鱗を見せていた大山投手。工藤さんからの将来150キロを出せるようになるという、まさに未来予想図ともいえる言葉を支えに成長を遂げ、プロの世界に飛び込みます。その時の言葉が本当に実現してきているので、先発ローテーションとして、これからプロ野球の世界でやっていけるように頑張るので、お願い、応援お願いします。さすが工藤さんですけどもね、多彩な変化球が武器、そしてね、マイブームは K-POP ということで、チョコレートもね大好きですから、バレンタインデー近いですからね、たくさんチョコレートもらうでしょうね。大山投手覚えてください。糸島出身、ドラフト7位、藤田雄太郎の甘酸っぱい思い出とは。地元糸島市出身、藤田雄太郎選手を深掘りしておりますよ。甘酸っぱい思い出振り返ってもらいました。プロでの目標はホークスの正捕手になることです。よろしくお願いします。糸島市出身、世代屈指の強肩が武器、藤田雄太郎選手、下位2世を目指す期待の鷹選手です。いや、今日はね、もうしっかりユニフォーム着て、はい、いかがですか。そうですね、まあ、2度目になるんですけど、ホークスのユニフォームに袖を通すの、まあ、懐かしい気持ちもありますし、やっぱりかっこいいなという。実は藤田選手、小学生の頃にホークスのジュニアチームで活躍していたんです。その時守っていたのはサードでした。ホークスジュニアから初の鷹選手に、2つ目の背番号は65番になりました。そんな藤田選手の素顔をさまざまなテーマで深掘り。これは、はい、我々に向かってお願いします。初恋、若、はい、初恋です、はい、初
小学校3年生の時に好きな子ができて告白を3回ぐらいしたんですけど、激震の初恋っすね。から最初はどんな言い方したんですか？最初はもうなんか手紙みたいな送らせていただいて、ビリビリに破られて嘘だろ、まあ、恥ずかしいからね、向こうも恥ずかしいですから、断りがちょっとあったと思いますけど。で2回目は、で2回目は普通に多分伝えて、なんてで、いやもう好きだからというふうに、でも無理って言われて、で、まあ、3回目ぐらいはもう人づてにもうちょっと俺言い切らんわみたいな感じで、うん、無理って言ってたよみたいな もう 3回目で僕すでに言う前から心折れてますやん。はい、ちょっと諦め気味の位置だみたいなその時の経験もあったからか、まあなんかブレないのかなとやりたいと思うこととか、まあ、やろうと思うことはまっすぐ突き進めるのかなと思います。失恋が経験になってるんですね。そうですね、野球に生かされる。はい、わかりました。甘酸っぱい思い出の次はちょっとまだいいですか。この時幸せ、この時幸せ。温泉に浸かってる時は幸せです。温泉好き？好きっす。ちなみに何温泉がこの辺だったら？マムシ温泉。あっちのマム、ちょっと糸島なんで、はい、マムシ温泉とか七の湯とかいいですね、福岡東部、はい、にちょっと練習後に行ったりして。そうですね、いろんなお風呂楽しみたいです。初々しい藤田選手、高野聖捕手をつかみ取ります。しっかりファンの方にも愛されるような選手になりたいと思ってますし、まあ、しっかり一軍の舞台で応援されるような選手になって活躍したいと思ってますので、応援よろしくお願いします。地元スポットに現れるかもしれませんから会えるかもしれませんよ、はい、内田選手応援しておりますよ。